八重垣劇場は愛知県名古屋市西区南外堀町6-27にあった映画館。定員は492名。1930年に開館し、1962年に閉館した。八重垣劇場の設立に携わった、伊藤郵民設立に携わったのは名古屋財界の名士たちであり、松坂屋を株式会社化して初代社長に就任した。 伊藤雄民、関戸銀行を設立した名門、関戸屋、岡屋後期を設立した名門、岡屋や、繊維商社の滝費用を設立した滝屋などである。会社形態は、株式組織であり、映画経済評論家の石巻吉雄を、常務取締役に迎えている。八重垣劇場の経営者は大道成功社長の下で、吉雄などだった。 1930年10月15日、映画芸術の実験劇場を標榜して、名古屋市西区南外堀町6-27に開館した。建物は、スパニッシュ様式の鉄骨鉄筋コンクリート造りであり、木造が多かった当時の映画館としては、とても立派な建物だった。設計は、鈴木貞次の弟子であり、竹中工務店名古屋支店設計部主任の木戸武雄。 ウェスタンエレクトリック社の発生装置をつけた、陶器映写機を備えていたが、これは日本国内では6番目であるとされる。名古屋の中心市街地における八重垣劇場の所在地1930年10月15日からの、開館最初週のプログラムは、リンゴの木陰、パラマウント発生ニュース、ノアのアコフネ、米国の顔、漫ン、パラマウントオンパレードだった。 当時はまだ陶器映画が珍しい時代であり、開館から5年ほどは作品の説明者がおり、状況説明などを行った。ヨーロッパの名作映画を名古屋ではほぼ独占して上映していた。開館当時の劇場案内によると、平日は14時、日曜、祭日は11時に開園した。開花席、会場席、特別会場席で料金が異なり、 また昼間と夜間でも料金が異なっていた。当時の名古屋の映画館は繁華街のオースに集中していたが、八重垣劇場の近くには松坂屋支店、座敷の天ぷら店、喫茶店などがあり、敗訴な雰囲気が漂っていた。若手のサラリーマン、旧制高校や旧制専門学校の学生などが八重垣劇場に足を運んだ。戦前の八重垣劇場は、 ヨーロッパ映画を上映する高級な映画館という印象が持たれた。地理的に他の映画館と隔絶されていたこと、名詞やインテリを客層としたことから、映画史研究家の伊藤紫栄は、八重垣劇場を古党に例えている。1934年8月には、機関紙のシネアートの発行を開始した。1940年頃からは、外国映画の輸入制限が起こり、また、 日本国内の撮影所への生フィルムの配給も厳しくなった。1956年の八重垣劇場太平洋戦争中の1945年にはたびたび名古屋大空襲が行われ、名古屋にあった多くの映画館が消失したが、八重垣劇場はかろうじて消失は免れており、終戦直前まで営業を続けた。空襲で消失した映画館には中京劇場、 小竹座、帝国劇場、千歳劇場、広高寺ニュース劇場、帝国館、世界館、文明館、赤門花月、港館、筑座館、今池館、大曽根劇場などがあり、消失を免れた映画館には、八重垣劇場の他に、名古屋宝塚劇場、名宝会館、名古屋橋劇場、旭会館、大須宝塚劇場などがあった。 1945年8月22日にはもう営業を再開し、上映作品は戦前に制作された旧作ばかりだったものの、ホールは娯楽を求める観客で溢れた。1947年にはアメリカ映画の廃棄を一手に担っていたセントラル映画社からロード召喚の指定を受け、アメリカ映画の名作を上映して戦前にも劣らない活況を呈した。 テクニカラー作品だった、ステートフェアには日本語字幕を入れられなかったことから、全座席にイヤホンを設置して、言語版を上映し、イヤホンから日本語の同時通訳を流した。1949年7月1日には、小畜映画劇場が、ステート座に改称して、セントラル社のロード召喚となったため、八重垣劇場はすでに他館で、 ロードショーが住んでいる欧米の作品を上映する2番館となった。1950年頃からは日本戦没学生の手記聞け和田摘みの声やどっこい生きてるなどの日本映画の風切りも行い、やがて日本映画の上映館となった。 あとに、岐阜県岐阜市の日本劇場の支配人を務める八代、吉吉は、1957年10月に、八重垣劇場の営業係に就任しているが、この当時は、日雇い労働者が主な客層であり、また、経営状態も不安定だったことから、映画芸術の実験劇場とされた往年の姿は、見る影もなかった。八重垣劇場は1962年3月に、 閉館した。閉館から約20年間は建物がそのまま残っていたが、1985年に名古屋銀行集会所に買収されると解体された。現在は跡地に名古屋銀行協会会館が建っている。ありがとうございます。